みなさんこんにちは、しょりみチャンネルのしほです。はい、というわけで今回はね、島村で春服を買ってきたので今回は紹介していきたいと思います。ちょうどね、はい、この間ライブをやった時にも島村縛りで春服コーディネートしてくださいみたいなリクエストをいただいてたので、ちょうどいいかなと思いまして、こちら、はい、久しぶりに島村に行ってまいりました。はい、で、一部ね、アベイルでも買ったんですけど、アベイルの服も島村に全く同じのが売ってまして、こちらもなので島村で購入品に入れたいと思います。はい、中身は一緒でした。そうですね、はいはい、じゃあまず紹介していただきます。はい、最後にしたいと思います。そうですね、はい、じゃあまず1着目がこちらの透明のカーディガンみたいな上着ですね。こちら見てください。こんな感じで透けてるんですね。レースだね。レースですね。めっちゃ可愛くない？これの。パーカー、レースパーカーみたいな感じ。ね、上にね、今の時期羽織るのに。なんか一気に暑くなったよね。だよね。ね、もう一気にさ、数字がさ、逃げたんだってさ。そう ね。なんかいつも、毎年なんか春っていうのを飛び越えて夏になっちゃいそうな勢いだよね。ね気温が。はい、これ買ってきました。はい、で、これリミとお揃いでね。あ、そうです。2着買ってきました。はい、はい、2着ね。次行きます。次にこちらのベストと、なんだろうね、シフォン、なんかブラウス的な、まあ、ボタンはついてないんですけど、ブラウス的な生地の、ブラウス的な、もうなんて言うんだろう、シフォン系、なんか薄い感じね、好きそうな感じですよね。好きな感じです。はい、これがね、安かったよね。いくらだっけ？こちらが1790円。うん、島村って安いね。安いよね。これセットです。セットで1790円。めっちゃ可愛いと思いましたね。はい、はい、あ、ちなみにさっきのはいくらですか？さっきのは1290円。安い、1290円。安いですね。次行きます。はい、次にこちらの、これなんていうの、そこになんて書いてある、商品名、ウソデクレン、え、武装でクエンなんとか、あ、七武装でグレン、なんだろう、チェックのなんかブラウス的な感じかな。七武装でね、こちらが七武装でのチェックのブラウスみたいな。ブラウスでいいのかな、なんか、色がね、なんか、はい、これめっちゃ大人っぽくて筆がねふわってなってるんですよ。うん、めっちゃ可愛いなと思って、こういう形、はい、ね、ずっとこういうの欲しいって言っててね。そう、めっちゃ可愛い。ウィゴーとかで、はいね、ずっと言ってたんだけどね、はい、結局買う、ね、機会がなくて。そうですね、これ安かったよね。あ、待って、うん、これも1500、あ、ちょ、819円。そう、819円でした。めっちゃセールになってて、え、1500円からこの値引きされてたの。そう、めっちゃ安い。半袖なのにすごいね。七分袖ね。あ、今の時期にぴったりっぽい感じですね。はい、次行きます。はい、次にこちらのワンピースです。これめっちゃ春ですね。めっちゃ春な生地だし、色だし、可愛くないですか？なんかね、あまり着ない感じの色、ね、色で、ここにリボンがついてるんで、うん、最近なんかこういう茶系の色に目覚めてきてるね、翔ちゃん。昔あんま着なく、茶系は全然着なかったのに、今もそうだけど。確かに、はい、こんな感じで、はい、後でね着てみたいと思う。結構ロングです。そう、結構ワンピースなんで、ワンピース、そう、ロングので、うん、そ、あの裾になんかレースがついちゃってるの。めっちゃなんかガーリーって感じですね。めっちゃガーリーです、ね、はい、
はい。ということで、はい、次行っちゃっていいですか。はい、はい、次行きます。あ、値段言うの忘れた。値段言うの忘れた。値段言うの忘れちゃったんですけど、こちらの値段が1790円と。1790円、安いですね。安いね。はい、はい、というわけで次にこちらのチェックのセットアップを買っていきます。そうな、チェックのセットアップをずっと欲しいって言ってたんだよね。私すごい憧れてて、本当にさ、大人っぽく感じない、セットアップって。そうだね。だよね、だよね、だよね、だよね。でもなかなかね、セットアップみたいなかしこまったのを着る機会ないじゃんっていうことでずっと買わないでいたんですけど。そうなんですね。ついにこの島村でね、はい、見つけました。はい、これセットでおいくらでしたっけ。セットで おいくら、はい、セットで1790円。安い、セットで1790円という安さに惹かれて買いましたね。めっちゃ可愛いよね。広げてみてください。どんな感じですか。まず上がこんな感じになって、まあ普通のなんかこれはもうブラウス的な感じかな。そうですね。うん、でもう一着が下がねこんな感じで、うん、スカートに見えるんだけどね、ズボンなんですよこれ。そうね、うん、はい、かわいい、はい、まあ別々にも着られるしね。そうですね、はい、いいセットでも着られると憧れのセットアップ、憧れなんですはい、こんなもんかな。で、島村で買ったものは終わりなんですけど、はい、アベイルで、はい、でもアベイルで出すものも島村で全く同じものが売ってました。若干島村の方が安かったかもしれないですね。いくらそれ。安かった、島村の方が。いくら。1800円。あー、なんか島村が1200円だったもんね。島村の方が安かった。まあしょうがない、しょうがない、こっちの方が先に買ってたんでね。そうだね、うん、こちらのブラウスなんですけど、黒いのがついてて、うん、大人っぽいみたいな。そうだね、なんか変わったデザインに惹かれてそうなんですよ、はい、買ってみました。めっちゃ可愛くない。うん、ウエスト絞られてて本当になんか、ね、着こなせるかどうか心配ですけどね。私やばいよね、うん、運動してないんですよ、家で引きこもっててやばい、着こなせる。これはリミちゃんの分も、はい、リミの分も買ったんで、リミ着こなせるかなって。うーん、はい、はい、まあでも、まあでも、はい、はい、あの帽子も買っちゃいまして、こちら。あ、そうだったね。これ可愛くない？めっちゃ可愛いと思うんだよね。うん、これからの季節にいいね。しかもこの生地、こんな感じの生地ですごい夏っぽいなと思って、うんうん、でも私ベレー帽を着こなせ、あのかぶりこなせるかなみたいな。でも結構帽子持ってるもんね、なんだかんだ言ってね。帽子は持ってるけど、ベレー帽を持ってたことがなくて。そうだっけ。そう、なんか、うん、なんか、かぶり慣れてないっていうね。頑張ります、今年、うん、はい、というわけで、以上です。じゃあ、着てみる？着ますか。はい、はい、じゃあ、一回切ります。はい、カメラチェンジしないとね。そうだねセットアップを着てみました。こんな感じなんですけど、私だった。でもこの着方が分からなくて、毎日、うん、こう着るのか、うん、中に着てこれをなんか上着っぽく、ジャケットっぽく。そっちの方もかっこいいかもね。かっこいいと思うよね。ちょっとそっち着てみる。そっちのバージョンもいきます。はい、これでもぶっちゃけいいと思うんだけど、うん、薄いからね。ジャケットっぽくないんだよね、これがね。そう、上着かブラウスっぽい薄い生地なんで、ね、いいと思うんですけど、中に着てみましょうか。はい、はい、はい、ということでこんな感じにね、こんな感じの着方もありかなと思うよね、うん、だよね、だよね。こっちの方がかっこいいかなと。ね、ネックレスとかしたらだから。あー、ネックレス、あ、後でしますでもやっぱブラウスっぽい着方の方がいいのかね。なんか薄いんだよね、生地が。ジャケットではないから、あくまでも。そうだね。まあでもそれでもいいかもしれないね。ね、うん、中に T シャツ着てさ。そうだね、脇っぽくも。着こなしはね、いろいろね。あるんで、なんか黒のレースとかでもいいしね。あー、確かに。うん、黒のレースの方がかっこいいかもね。確かに。うん、はい、こんな感じです、はい。
じゃあ、はい、2着目いきます。はい。はい、というわけで2着目もね、アベイルで買った洋服をブラウスをしてみました、うん、いいじゃん、かっこいい、かっこいいよね、うん、おしゃれだね、うん、これ島村にもね、1200円ぐらいで売ってました。スカートはちょっと今ね、あの昔の、うん、昔の1、2年前の、そう、もっと前かもそれかなり前かも、そのスカートは、だね、ね、はい、うん、そう、ということで、こういう系統というか、かっこいい系あんま思ってなかったね。うん、最近なんかやっぱ大人っぽい格好にね、憧れるんだよね。そう、めちゃくちゃ憧れててまた、これも今後着たいと思います、うん、はい、じゃあ3着目いきましょうか。この格好合ってるのが分かんないんだよね。ん、合ってると思う、このスカート。うん、まあ、でも何でも合うんじゃないかな、黒白だからね、全体は。そうだね、何のスカート、色を持ってきてもいいし、ね、私はさ、あのデニムのさ、うん、リミがよく履くズボンだと思うんですよね。長い、あー、それでもいいんじゃない、じゃあ履いてきたらはい、ということで着替えてみました。ちょっと別バージョンでね。はい、私はこういう格好だと思ってた。うん、いいんじゃない、うん、あんまりでもね、うん、ジーパン履かないんだけどね、翔ちゃんね。履かないんですよ。持ってるんだけどね、持ってるんだけど、なんか足が太くもいいんですけど、強調されてるようにそうだね、でもいいんじゃないですか、頑張れます。これからね、はい、夏に向けてダイエットして、夏でまたリバウンドするので、うん、はい、頑張りたいと思います。じゃあ次、3着目いきたいと思います。なんか羽織物羽織ってみる？いいね、うん、羽織物はね、なんか下に着てないといけないので、ちょっとその格好に寒くなったら羽織るみたいな感じでやってみましょう。はい、ということで着てみました。ちょっとね、ダボット感があってね、ゆるっと着れるよね。そうだね、すごいゆるっと着れる感じだね、うん、前にね、開けてもいいかもしれないね、上着にもう、なんか T シャツとかでも全然、はい、あ、いいんじゃないの、かわいい、かわいい、めっちゃかわいい、うん、はい、いいと思います。はい、というわけで、はい、次に4着目、はい、いきます。はい、次ワンピース着ようかな。そうだね、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 はい、ということで4着目ワンピース着てみました。このワンピースだけもすごいぴったりなんですよ。でね、何よりリボンが可愛い、うん、可愛くない、可愛い、ちょっとレースが見えるかな、足元のレースがね、ちょっとね、ちょっと待って、じゃあ足元のレースだけちょっとか、こんな感じで足元がね、レースになってるんです。なんか可愛いよね、涼しげで、ね、安いよね、これね、この服ね、安いね、めっちゃ可愛いのに、はい、島村って安いなって改めて感じましたね、やっぱ安い ね、まあ、あのイングとかのアウトレットも安いんだけど、安いね、あそこも安い、うん、ね、島村もいいかも ね、気軽に行けるし、近いから、うん、ね、うん、はい、ということで次に5着目次に5着目行きたいと思います。次は何にする？はい、ということで次にね、5着目着てみました。こんな感じで5着目のちょっとゆるっとね、袖が可愛い、袖がね、すごいふわっとなってめっちゃ可愛いんですよ、うん、めっちゃ腕が細く見えるというか、うんうん、めっちゃ可愛いんですよ今ちょっと下着がね、レースの下着じゃないんだよね、こう、何、キャミ、別にこれ普通の洋服のキャミなんですけど、はい、下着じゃなくて、うん、ちょっとチラ見してる、まあ、見せてなくても全然可愛いと思うんですけど、今回たまたまちょっと見えたんでね、綺麗に、ね、うん、はい、あ、いいんじゃない、かわいいじゃん、かわいいよね、うん、これかわいいね、めちゃくちゃかわいい、うん、いいと思います、好きそうはい、じゃあもう最後いけますか。もう最後ですね、早い、あれあれ、もう今日あった、あ、じゃあもう一着あるそうなんで、もう一着着ましょう。じゃあ次に6着目、はい、6着目大丈夫、6着目でしょ6着目はい、お願いします。はい、というわけでね、6着目は
こんな感じで。これかわいいね。これかわいい、ね、これもかわいい。これもかわいい、ね、みんなもかわいいよ、うん、みんなもかわいい、うん、かわいい、うん、ね、やっぱベストはね、こう今季っていうかすごい流行ってるからね。今年したよね、うん、まあ、去年から流行ってるかな、もう。あ、そうだね、そうだね。だから別のね、あの持ってるベストに変えてもいいし。そうだね、それ分かれてるからね。そう、分かれてる。中のその何、ふわふわのシフォン系のブラウスみたいなのが可愛いね。だね、だね、だね、うん、安いね、島村ね。これセットで1790円。そうだよね、安い。可愛い、うん、うん、いいんじゃない、可愛い、可愛いよね、うん、めっちゃ可愛い、いいと思います。今回すごいいいお買い物でしたね。でしたね。うん、すべて可愛かったね。いい、うん、まあ、いつもね、いいんだけどね。うん、春に着れそうな感じです ね、 ね、はい。はい。はい、ということで今回はね、島村と、アベイルでね、春物の服を買ってきたので紹介してみました。ね、めちゃめちゃお得で、本当に可愛い洋服があったので、皆さんもぜひ行ってみてください。はい。それでは、バイバーイ。